それでは早速でございますが、始めていきたいと思います。まずこのタイトルですが、旅行が世界経済の解決策となるということであります。2019年の世界の GDP の 10.3%、 つまり地球上の10人の1人の雇用がこの旅行観光業になっております。そしてつまり経済、世界貿易には欠かせない存在であるということです。政策から投資までこの観光業界は社会の繁栄の鍵を担っております。そしてこの2年間、まさに皆様方と力を合わせながらこの観光業界の可能性を回復しようとしてきました。そして最大化をするために協力するということの重要性が皆さんで認識をしたところであります。それでは CNN からリチャード・クエストとそのオープニングパネルのトラベル・フォー・ベター・フューチャーをお招きしていきたいと思います。リチャード・クエストさん、どうぞ皆様が拍手でお迎えください。それではパネルセッションを始めていきたいと思います。そしてパネルの皆様、パネリストの皆さん、それぞれのお名前のところにお座りください。サウジアラビア王国韓国副大臣ハイファル・アル・サウド殿下、そしてサウジアラビア王国の投資大臣カリド・アル・ファリ閣下、そして WNWTO の事務総長スダブ・ポロリカシビリ様、そしてマリオット・インターナショナル CEO アンソニー・キャビアヌ氏、そして MSC クルーズ取締役会長ペルフェンセツ・コーバーグ氏。では皆さん、まずはこのパネリストの皆さんの写真を撮っていただく時間としたいと思います。どうぞ携帯を上げて、そして写真を撮ってください。でここで見えたのが、この皆さんこのスクリーンがたくさん出しておられるかと思います。では次、設定です。そしてまずは機内モードにしていただけますでしょうか。例えばメールであったり、またメッセージを送ったり、まあそれはもちろんいいことなんです、結構なんですけれども、でもできたらそれはもうホテルの部屋でやっていただいて、こちらの方には集中していただきたいと思います。そしてこの皆様方、このパネルを見てください。で皆さん、この我々が、私がいろいろな質問をすると、皆さんが汗をかきかきいろんな答えをしてくださいますので、ぜひそれを見ていただいていただきたいと思います。でまさにそれがこのパネルディスカッションの目的なんです。まず皆様が、どうぞサウジアラビアのことは忘れてください。今回は観光業ツーリズムについて話し合っていきます。まずはこの業界の今のステート、状態はどうでしょうか。では私から、2年前、最も大事な質問は、どこに向かっていくのか。で誰もが旅行ができない状態になりました。何をしていけばいいのか。まあ、2023年に回復する、2027年に回復する、みんなそれぞれ意見はバラバラでした。で9ヶ月で分かったことは、7億の観光旅行、観光旅行者が戻ってきたということです。でその数字があります。はい、つまりこの旅行、そして旅行者が戻ってきているということですね。で世界一番大きなホテルがあるわけですけれども、そういったところでこのご意見を伺っていきたいと思います。でマクロの見方をいたしますが、このレジリエンス、旅行業界のレジリエンスということを申しました。でまさにその観光業界がその大きな例となります。スピードもそうです。非常に速いスピードで戻ってきますね。それはそういうふうに皆さんも思ってます。私は本当に楽観主義者なんですね。この旅行というのは皆さんがやりたいと思っていること。で私の娘 PhD をやっているんですけれども、もうすでに人というのは何世紀にもわたって世界を探検したいと思っています。そして新しい文化を体験したいと思っている。それが人なんです。人間なんです。
で、いろいろな市場において、非常に大きな回復が見られます。そして、いろんな国境がもう開かれてきています。で、また中国においてもゼロコロナ政策は、そして回復が少し遅れております。最近グローバルでも中国でも今後この回復していくと思われますが、はい、で我々にとっての問題というのは中国人の旅行者が世界中に旅行に出かけて、そしてヨーロッパでショッピングを楽しんでいただいたり、またいろいろなことをするわけなんですけれども、またその彼らが旅行するタイミングというのもまたいろいろ変わっております。ですので中国人観光客旅行者が持ってきますと、この観光業界さらに活気を帯びてくると思います。で昨晩いろいろなリソースについて破綻しちゃいました。サウジアラビアのリソースを考えてみたいと思います。この観光業に対してのリソースという点ですけれども、この観光大臣とされて、そして投資大臣とされて、まあもちろん投資は何に対象してもいいわけなんですけれども、なぜこれだけこの収益を上げるのは難しい観光業にどうして投資をされるんでしょうか。まず皆さんにこんにちはと申し上げます。こちらのサウジアラビアの観光を担当しておりますけれども、この観光業界では先ほど申しましたが、2桁のグローバルの GDP の2桁を占めるものでありまして、ですのでツーリズムアルマカティーブ様のエリアのリーダーシップによって旅行業界がサポートされております。そして他のいろんなセクターがございます。でそれをこの経済の回復を助けるのが観光業だと思います。GDP の 10-12% が観光業であるということ、そしてパンデミックの後もし観光業がうまくいかなかったら他の部分も全部失敗してしまいます。マクロエコノミーも経済もうまくいきません。ですので、でこれは一つ多様性の一つになるセクターでもあります。もちろんこの影響というのはそれぞれの国によって違いますが、でこういったソフトパワーによってこれは国が発展していくということになります。でまずこれによって我々は収益を上げることができますし、それもスマートなやり方でやることができます。そうなんですけれども、はい、そこは問題なのではありませんか。多様性、この業界の多様性、ちょうどこのパネリストの皆さんと同じです。つまりいろんなプレイヤーがいるということなんです。非常に小さなプレイヤーもいれば、このお土産物屋さんの方もいるでしょうし、また MSE といったところもあるでしょう。でもこの政策をこれをみんなに合わせて作っていくことは可能なんでしょうか。はい、まず最初に共同がとても鍵になるということを申し上げたいと思います。まさにここに集まっておられる皆様方で280の皆さんが、そして140カ国からの方が、ね、250の CEO、 そして世界中の観光大臣の方がここに登録をしてくださっております。これがまさに今回の52大臣の方が登録されているということ、これがまさにそれを体現しているかと思います。でこれはどういうことなんでしょうか。一つのビジョン、まずはターゲットを決める、ゴールを決める、そしてそれに向かって実現に向けて走っていくということです。でまさにこの観光業がこの経済の中でも最も早く成長しているところであるということなんです。特にこの観光業がこの 120% 以上の成長率を見るその理由だと思います。で実際に我々はそれを実現してきているんです。もうすでにそれが現実のものであり、実現されたものであり、まさに今ここにいる皆様方がその象徴でもあります。で先ほど、この素晴らしいシップラインをお持ちです。そのアセットを使われるとき、今どのような状況なんですか。まず皆様方にご挨拶申し上げます。
で我々はグローバルの船舶会社、そのライナーと認識しております。またそれと同時にグローバルだけではなくローカルでもやっていかなくてはなりません。そういった意味での課題はあります。南アメリカ、ヨーロッパ、中国、中国はシャットダウンされておりますし、アジアがちょうど今回復、この門戸を開きつつあります。でそれぞれ違った状況があります。でそしてそれに対しての、消費者がいらっしゃる、そしてパンデミックが終わって、自然を楽しみたい、旅行を楽しみたいという方々、皆様がそういう気持ちになっております。でそれをできるだけ、また規制当局者の方も我々はやっていかなくてはなりません。関わっていかなくてはなりません。つまりパンデミックの間で正当な理由によって国でそれぞれの国の方針に従ってやっていたということですね。そしてパンデミックが終わりつつ、そしてその後政策の共同が大切であるということですね。はい、最初はそういった共同ということができなかったわけです。それぞれの国はそれぞれの独自の方法を取っておりました。それぞれのビジョンも囲まっていました。中には全くそれをシャットダウンしてしまった、閉鎖してしまった国もあります。でそれはまさにリージョン、国によって違っていたわけです。でそしてリージョンのレベル、そしてそれぞれの港のレベルによっても違っておりました。でそしてそういった非常事態においての対応というのはみんなそれぞれの国によって違ったわけです。ではこの業界はより政府をよりよく納得していただくためにはまずはどういうふうな協力が必要なんでしょうか。でいろんなこのどんどん規制も変わっていったと思います。最初のうち EU であってもそれぞれの対応はさまざまだったと思います。でこれはコロナの時からなんですが、でまず飛行機も飛ぶことができませんでした。世界中の都市がロックダウンされているのはすいません。ちょっとマイクをこちらの方でな調整させてください。お声がよく聞こえなかったので申し訳ございません。はい、失礼いたします。まさにこれが協力ですね。はい、コロナ禍の最初の時から、次もしパンデミックが起きた時のいい例になるかと思うんですが、でこの革命国におきまして2年間作業してまいりました。でこれは本当に大変な2年間でしたよね。でクルーズビジネスに注意を払ってくれる政府などどこにもありませんでした。でいろいろな小さな会社もあります。ですので協力はとても大事ということなんです。1年1年間半、同じような状態が続きました。その間政府にいる企業をサポートしてくれるともお願いしました。金銭的なもの、我々はその従業員に給料を払わなくてはなりません。でそんなことを加盟国であったりまたクルーズ業界の方ともお話し合いいたしました。そういったことがとても大事なことだと思っています。そしてこういったツーリストセンター、そしてまたこの観光業界にとっても大事なことでありました。でこの今いい多くの方がこの忘れがちなんですが、ギリシャが良い例かとはでもサウジアラビアもそうだと思うんですけれども、ギリシャ政府が比較的早くオープンに開放しました。 AI のソフトウェア EVA というものがあります。これによってどこ世界中のどこが早くオープンするかということで、いろんな人にそれをテスト的にやってみたわけで、そしてそういった意味のギリシャは非常にそこをうまくやっていました。そしてリソースを使いながら良い政策を編み出してきました。素晴らしいやり方でしたよね。そうです。で一番良い方法としてはまずはテストをするということ、人をテストをするということ、人材をテストすることだという話をしておりました。
でギリシャ、素晴らしい対応の仕方だったわけです。テクノロジーを使ってということでありました。ではどんなテクノロジーを今後この業界で使っていきたいと思われますか。でもこの調整をした方したこのセルフクレデンシャルのこのボーダーを作っていくというところがこの国境を渡るということになるかと思います。でも OPEC のステートメントでそこでこの国境を開放するというふうになったとき、そこからどんどんと予約が入り始めました。そしてそれを見ていろんな政府の方がもうそれで認識をしたわけですけれども、ただ明確性がないということ、そしてこのはっきりとしないといったところが障害になっていた部分があります。ではなぜこういった業界は、この観光業界がなぜそんなに大事なんですか。比較的ではアサウジアラビアではないしもありませんし、またギリシャでもそうではないかと思うんですが、でほとんどの国においてこの観光業というのは比較的このあまりプライオリティが高くないと思うんです。まずは観光大臣というものはまずそもそもありません。観光庁というものがアメリカにもありません。ですので誰に話を、政府に話をしようにも誰に話を持っていけばいいのかということもわからないわけです。そういった困難性があります。でまた観光大臣に対しての、この、資金を提供するということがないわけです。サウジはコミットしております。自分たちのインフラの方に、そして世界が変わると思っていた、さまざまな途上国がもっと金持ちになって旅行を始める、どういうふうに旅行するか、今までと違うと思うんですね。サウジは南の国を理解しているわけです。世界のどんな地域をどのように理解しているかよく分かると。そういうことでサウジの投資ということがあれば旅行は成長すると思います。そしていろいろなエフェクト、スピルオーバーエフェクトがあると思うんですね。さっき言ったように、資金を分配するにあたって、どういったようなインパクトを見出したいのかということに応じて分配します。いろいろな例えば輸送の交通の業界などもありますけれども、ツーリズムの通務省としてはそういったような交通面でも提供ができない。そしてもしそれができないのであるならば、ツーリズムの大臣は非常に象徴非常に難しいと思うんですね。そういったところでやはりこの一連のチェーンとなって責任があり、そしてこの警戒を KPI などで指標があるんですけれども、投資をそのツールを提供することによってですね、マクロのリザルトを生み出せるような方向での分配をしていく必要があるというふうに全員が思っていると思います。このアイデアですね、すなわち政府の他の部省庁が我々の重要性を認識してもらうとどうしたらいいでしょうか。さっき話をしましたように、ツーリズムはナイストハブなんですね。これは素晴らしい。しかしながらこの雇用の数を忘れていますよね。この投資の関係にある雇用の数、これは多様化しておりますね。何千も何十万ものですね、その分野があるのに十分関されていないというところがあると思います。おっしゃったのはですね、閣下がおっしゃったこと非常に重要だと思います。すなわちスピルオーバー効果、波及効果を認識することであります。最初にこのサービスがあって開始したときに、トップからだというはっきりとしたトップからの政府間のコーディネーションがあると、そしてこの観光に関して20ぐらいの、その支部があって、はっきりとした KPI を持っておりました。そしてその予算を求めたんですが、断られることが多かった。ビジネスケースをしっかり構築する必要がありました。どういうふうにこのセクターが経済に貢献するのかということを示す必要があったわ
ています。そしてコロナが起こってクローズダウンをしてしまったと、国内の旅行通ローカルの SME、ローカルの人たちの妨害によってですね、この2ヶ月、1つの夏だけで500ドルも使ったわけであります。で、世界は雇用を失っているにかかわらず、我々は逆に雇用を生み出したんです。訓練をしたんです。ですので、非常にたくさんの雇用を生み出したという、この波及効果がですね、このあったということ、それが、それは本当であったということであります。それは投資が実際に行われたということでありますけれども、このことからベースにお話しますと、この波及効果というのを私の同僚が言っておりますように、非常に重要になっています。それはこのコロナ前であったとしても、その投資のハードなものから経験へというシフトがあったというふうに思っております。この流れ、勢いはさらに交錯していくでしょう。最終的に、世界経済への通じの貢献がもっと大きくなります。投資するときには人的キャピタルに投資するわけであります。6000万以上の雇用がパンデミックに入って失われました。これはですね、労働集約的なヒューマンインテンシブな業界なんです。ですので、この業界は意識を持って協力しながら、このサービスの仕事の重要さ、権利というものを強調していかねばなりません。先ほど方がおっしゃったように、数年前にですね、この航海を行くクルーズをラインを開いたというお話がございました。そして今年はそういったことの投資の結果が出てきていると思います。観光省が海岸線に、この湾岸のところに、旅行者を呼び込んでたくさんのパッセンジャーを乗せることができました。これは前の投資があったからこそできたわけでありますね。そうですね、その、規制面というのもあったわけですけれども、We're transforming again our economy, and this is the attitude of the government as a whole. And within that means we need to be willing to learn. そこから学びたいと思いました。何でうまくいかなかったのかという経験から学ぶことができた。例えばビザの問題もしかりでありました。このeEVISAというものを2019年から始めました。ビザプロセスを止めたというのではなくて、今年またこのトランジットビザというものを出すことによって、例えばクルーズだけ、クルーズの乗客だけに便利なような、そういったビザも考えています。そういったように我々の開発の中で学習をし続けておりまして、これは非常に重要なことであるというふうに思います。そうですね、その20億ドルもの投資ということになるかもしれませんけれども、どのこの業界の特定の分野に投資しますか。このウェルネス、アドベンチャー、そういった経験ですね、経験、はい、経験の分野で。しかし、旅行者はですね、さらに高いこの使えるお金をアクティビティ、エクスペリエンス、今まで経験したことのないことに使いたいというふうに思っております。今ですね、 70% サービス、約 20% クルーズというふうに昔とその割合が反対になっていると思いますね。クルーズもその中の一例でありました。そういったように予算を使えるところではですね、アクティビティ、ウェルネスを使いたいと思っているのであります。ですので、20のあとハイウェルネスのスポットを作ることができるのであるならば、非常に大きいと思います。旅行の決心をするときには何をしたいのかと、どこへ行きたいという何をしたいのかで決めると思うんですね。イギリスやサウジアラビア、いろいろ行きたいと、そこでこれをやりたいんだということがあるはずなんですね。例えばいろいろな、例えばこの船に乗って、船から降りてみたいなところでいろんな経験ができるようなクルーズが流行っております。それではそこでどんなものがサービスされるのか
かということが重要になってきます。というのは、この業界は素晴らしいこのクリエイティブなツールを持っています。同じ主目的地、目的地であったとしてもやれることは違うわけですよね。そうですね、なかなか小さいことは難しいんですが、例えば、DMC などを、まあ、ホテルを建てるのは簡単なんですけれども、それが最終的にそのトリクルダウンして業界の隅々まで至らせるという業界を、それが難しいと思うんです。そういった予算を使った投資から、例えば不動産とかですね、いろいろなことに分かれていくんですが、ハードな部分というのは、活動周り、そしてウェルネスの問題のところに落とし込んでいくことであるのではないでしょうか。皆さんよくご存知だと思いますけれども、どこにお金が行くか、最終に一番いい投資は教育のところではないかなというふうに私は今思っております。ツーリズム、教育への投資は将来への投資であります。これは今日の最高の投資だと思います。これは世界中どこでも言えます。のまあ、いろいろな省庁は州庁のレベルでもそれを言っております。トラベル、そしてエデュケーションであります。非常に強い大学やこのツーリズムを取り込んだような大学の教育、それをおっしゃっているのはですね、ツーリズムのコースを作った方がいいと、教育コースを作った方がいいということですか、それとも一般の教育の中でそういったものを上げていくということですか。そうですね、ホスピタリティ、サウジアラビアで考えているんですけれども、10万人ぐらいの従業員がいるんですが、これ非常に大きなこういったような人たちを訓練するということ、こういう人がいなかったら業界成り立たないわけでありまして、そこに訓練をするというのはいい投資であるというふうに思います。一番良い投資の一つであるというふうに思います。そしてまたプログラムへの投資です。新しい仕事を作り出す、適切な規制ということですね、規則や規制も必要だということですね。はい、そうです。重要なソリューションの一環としまして、フォローすべき、今後ディスカッションでフォローすべきことでありますけれども、適切なこの規制緩和などにおいて SME など新しい技術を届けてあげることを可能にするべきだと思います。やはりこれはオーセンティックなバリューチェーンの変化であります。ビッグプレイヤーじゃなくて SME などはですね、それぞれ一つ一つのこのフォーカスされた話し合いを求めておりますが、残念なことにそのこのセグメントのダウンサイジングということが起こって、非常に脆弱になっているということがコロナ禍にあります。ですのでサウジアラビアにおきまして、プライオリティ1はコロナの間は SME をサポートするということです。中小企業の経験を高める、彼らがこの政府の予算を手にするということ、それはファイナンスの問題であります。そういったものもなしにはですね、さらなる機会を増強することはできないというふうに思います。ですのでユニークでオーセンティックな経験を作り出す、旅行をする人が求めているものを作り出すためにはそういったことが必要でありました。重要なことをおっしゃいました。どのようにある一定のサービスを提供するのか、品質の高い、まあ、それが場所がどこであれですね、しかし例えばホテルに留まるか、ドロップに行くか、そこで地域の経験をしてもらうかというそれぞれについてということですね。閣下が言ったように一つ、今ローカル、地域、ホテルスタッフを地域の人にしてほしいということがあると思うんです。その地域に特化したような人たちを従業員として雇ってほしい。これはまさにこの旅する人が求めているのはローカルなんですね。ということは、しかしながら SOP というのが必要と思うんですね。一定の標準的なレベル、そしてそれをたくさんのデスティネーションにどういうふうにトランスレートするでしょうか。
そうですね、地域のパッションのある人たちが一緒になればそれはできると思います。サウジは素晴らしい例であるというふうに思います。官民がパートナーとなって、ワークフォースを作り、旅行ツーリズムを高めていくというパートナーシップで行って、これは素晴らしいと思います。すなわちそれは、能力と言います。コラボレーションというときにはですね、3年間このコロナで閉鎖していたわけですが、あまり語られなかったんだけれども、政府の能力に、あるいはその業界のリードする能力に最終的には起因するのではないでしょうか。その通りです。コラボレーションについて語らないんですが、それを実行はしていると思うんです。で、 G20 の議長国の中で出たのはですね、我々は官民のセクターをテーブルに一緒に招き入れて話をしようということを最初にやりました。そして学科がおっしゃっているパンデミックに対処するためにはプライベートが必要だと、民が必要だと、彼らの意見が必要だということ、ただ単にそれだけではなくて、例えば政策の変更をしております。例えばホテルの分類といったようなことの修正も民の人たちを一緒にやっております。例えば1000人ぐらいの代表者の人たちが一緒に話をしました。今年もやっていますということで、修正をしているわけです。我々のフィードバックをもとに修正をしております。またビジネス、先ほど閣下がおっしゃったように、28のイニシアティブを今持っております。今年それを始めました。そして投資家が投資をしやすいように、こちらにいらっしゃるような皆様ですね、投資家の皆様が投資しやすいように変更しております。そしてこの会議の中で持続可能性について話をしております。コラボレーションということが言われておりますけれども、この絶対的に重要なのは、この意味のあるやり方で進めていくためにはコラボレーションが絶対必要。コラボレーションというのはですね、いろんな面があると思うのです。バズワード、いわゆる流行り言葉に終わってしまっているかと思いますね。しかしサステナビリティのニーズに対処するためには、地球全体だけではなくてビジネスとしても、すべての一人一人が従業員、あるいはまた投資会社もそうなんですけれども、このサステナビリティの文言というのが必ずしも受け入れられているわけではない。その野心のある目的とサステナビリティということ、それはそれぞれの地域で全部求められているものであります。これに向かってちょっとこの進んではいるわけですね。ということは、そのやはり熱意は感じているわけですね。熱意というか、もうクリティカルです。絶対必要でありますよ。すなわち、これを地球にとって、そしてまたビジネスリーダーにとっても重要だと思います。コラボレーションというのは重要だと思いますが、いろいろなその持続可能性のプログラムがあります。 ESD とかですね、投資家としてもできると思います。例えば2021年たくさんの倒産がありましたけれども、 EV に最初に私たち入ったんです。何十万もの EV のところで、この EV というのは普通のこのいわゆる内燃機関の自動車ではない、電気自動車なんですけれども、ある意味そこにおいて持続可能性ということを唱えれば、資金は結構調達できたわけであります。例えばこの GM などが負けて、昔のところが負けていくんだけれども、 EV に関して投資をするという意味ではやりやすい時期であったと思います。もっと実際的なアプローチが必要かもしれません。素晴らしい、このコーラル、サンゴ礁のフィルムがあったというふうに思うんですが、海洋の中のサンゴ礁の壊滅とか、そういったようなところのプロジェクトは、そういった基金と一緒になって、あるいは大学と一緒になってですね、サンゴ礁の保護をするということをグローバルのプロジェクトとして行っていくことができた。これはコラボレーションの一環でありますね。時間がなくなってきましたけれども、
一つ皆さんにお願いしたいことがあります。この休日の時にこの業界に一つだけの望み、ワンウィッシュがあるとすれば何でしょうか。このそうですね、ワンウィッシュと考えたら何になりますでしょうか。そうですね、サウジアラビアでは7年前にこの国がこういったツーリストを受け入れるなんて誰が想像したでしょうか。ところが今今日みんなここに集まっております。これは大きなトランスフォーメーションです。すべての業界が変換していく、陛下がおっしゃったように1億人のツーリストを今後は迎えていく覚悟ができております。グレードです。これによって我々の国を大きくすることができるというふうに思います。そしてこの業界での最後のワンウィッシュといえば何でしょうか。世界経済に観光は貢献します。素晴らしいビジネスである、それを理解してもらう。それはですね、奇跡ではなくてウィッシュなんです。私は奇跡を望むんです。ウィッシュフォーザミリコルであります。これらの業界はアクセッシブルで、そして責任のある方法で、やっていけば我々の業界はエッセンシャルな必須の業界になることができるというふうに思います。エッセンシャルですね、エッセンシャルキーワードですね。それが私のウィッシュです。ありがとうございます。閣下どうぞ。それではコラボレーションについて語ります。我々はフリクション、摩擦のないですね、レギュレーション、ハーモニゼーション、世界の国々の調和ですね、バイオメトリックパスポート、紙がない、ペーパーレス、そしてまた支払いのシステムをですね、改善していきたいと思います。例えばですね、このまあ携帯なしには旅行できませんね。そういったのを使うわけですよ。です。どこに私のスマホ行ったっていつも言いますよね。私のメイン、このワクチンの注射であったって何だったですね。その時は携帯なしにはできない。ですので、ね、この UNWTO とかですね、UN とか、あるいは国連の事務総長の前の方がいらっしゃってますけれども、それを完結するために本当にフリクションレスな摩擦のないようなトラベルをしたいと思います。また人の質なども大事な点になります。でそして集団的にこの観光業界としてこの仕事のこの威厳といったものをちゃんと確保していかなくてはいけないと思います。最後の言葉をお願いします。この観光業界には人をつなげる業界であります。ですので私たちもまた一緒にならなくてはなりません。ありがとうございました。